TB31E ナイトホークスーパーマリンナイトホークまたはペンバートンビリングナイトホークはイギリスの飛行船迎撃用に開発された4要素発機である1916年にスーパーマリンアビエーションワークス社と解消された後の最初の機体である1917年2月クリフォード・プロジャーの操縦で初飛行した4枚の主翼と2枚の水平尾翼を持ち 胴体は2枚目の主翼と3枚目の主翼の間にあり、航空を飛来する飛行船を迎撃するために、コクピットは開放式でなく、加温された。サーチライトを備え、胴体の上部に 37mm 砲と2機の 7.7mm ス機関銃が装備された。サーチライトの電力を供給するために、エンジンと発電機が装備された。人から人の乗員を乗せて、 9時間から18時間、対空して、イギリスに対するチェッペリン飛行船の攻撃を迎撃する構想であった。計画では、時速 121km の速度が出るはずであったが、実際は、高度 1981m で、時速 97km の速度しか得られず、1万フィートの高度まで上昇するのに1時間以上かかった。 アンザニーエンジンは信頼性に乏しく、オーバーヒートを起こす悪癖があり、予定された滞空時間も得られなかったため、飛行船迎撃用には不適であり、一機の試作だけで終わった。ありがとうございます。